全国のオートレースファンの皆さん、おはようございます。福岡県飯塚市飯塚オートレース場です。曇りの両走路のコンディションで始まりましたシリーズ、今日が3日目ということになります。後半4個レースでは準決勝戦です。西鉄杯ウィニングロードご期待ください、はい、そして最後の一般戦8レース、一般戦 A はご覧の8名です。8号車は牧瀬選手、2号車に岸選手です。準決勝戦第9レース原選手をはじめご覧の8名、最終半30メートルが5車並び、大外が森谷選手、一つ内が松尾貴弘選手、ただいま連勝中です。そして10レースの準決勝戦、水口選手をはじめご覧の8名です。8号車が新村選手、そして連勝ゴールを決めているのは3番松部選手です。3つ目の準決勝戦第11レース、西崎選手をはじめご覧の8名です。昨日1着で準決入りを決めた片野選手、2号車での登場です。20メートル5車並び、内は金山選手です。外が金貝選手。そして12レースの準決勝戦、町田選手ただいま連勝中です。ご覧の8名の戦い、20メートルは5車競合が並んでいます。西鉄杯ウィニングロード4日間開催の今日が3日目、準決勝戦ご覧いただいております。1レース、金貝選手と新村選手がハンデ経過選手、今回さえはハンデが10メートル前に行きました。早くも準決勝戦です。全場場外発売でお送りしております。第8レース3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番深沢悟、2番岸萌美、3番宮地明、4番猪熊龍太、5番浦部健太、6番平川博康、7番林博明、8番牧瀬良樹、以上8名出場選手でございます。8レースは一般戦へ、今日最後の一般戦を迎えています。1番深沢悟、伊勢崎ハンデ0、2番岸萌美、浜松ハンデ10、3番宮地明、飯塚ハンデ10、4番猪熊龍太、伊勢崎ハンデ10、5番浦部健太、飯塚ハンデ20、6番平川博康船橋ハンデ20、7番林博明山陽ハンデ30、8番牧瀬良樹飯塚ハンデ30、以上の8名、第8レース一般戦 A、今日最後の一般戦を迎えています。9レースからは準決勝戦です。7レースの確定です。1着4番吉本光義、2着6番山崎寸、3着1番、なお発送相づき故障のため本日は手旗にて発送いたします。何卒ご了承くださいませ。8レースは1分の延長となりました。伝統締め切り13時58分、発送予定時刻が14時1分、1分の延長となっています。
8レースの試走タイムです。1番深澤選手 3.42、 2番岸選手 3.43、 3番宮地選手 3.44、 4番猪熊選手 3.38、 5番浦部選手 3.37、 6番平川選手 3.35、 7番林博明選手 3.34、8番牧瀬選手 3.37 です。8レースは1分の延長となりました。伝統締め切り13時58分、発走予定時刻が14時1分、1分の延長となっています。8レースの試走タイムです。1番深澤選手 3.42、 2番岸選手 3.43、3番宮地選手 3.44、 4番猪熊選手 3.38、 5番浦部選手 3.37、 6番平川選手 3.35、 7番林博明選手 3.34、 8番牧瀬選手 3.37 です。調整の開始ということになってまいります。第8レースです。まずは8レース一般戦 A しっかりと的中していただいて、準決勝戦に進出、準決勝戦を投票いただきたいと思います。岸選手にトマトの文次郎さん、萌え P ね、ゴーといただいています。メッセージありがとうございます。1着で当たりました。平川選手にマンポンファミリーさんから1着目指して頑張ってくださいとファックス届いておりました。ありがとうございます。今日は発送合図機が故障のため手旗にて発送しております。発送合図機が故障しております。手旗の発送です。実況でお楽しみいただきます。さあ、レースの内容は第8レースを迎えました。一般戦の A です。距離は 3100m、 周回6周回の争いで行われます。走路の現在29度前後、傾き4コーナーから1コーナー、スタート後は追い風になりそうな感じの傾きであります。それでは第8レース一般戦の A、 各メンバーご紹介してまいります。まずゼロのコース、伊勢崎の深澤ストロ選手が取ります。下がって10戦の3名です。2番車岸萌実選手がハマースのこの位置、10戦のうちです。3番車宮地明、地元であります虹原こと猪川龍太、伊勢崎は4番車。20戦は2名、5番車エスライズ浦部健太、地元三倉こと平川博康選手、船橋が6番車。下がって30戦、こちらは三洋から林博明選手が7番車、外発進8番車、地元ミント牧瀬良樹選手です。以上のメンバーの争いで行われます。さあ、人気のカードなんですが、若干6番車でしょうか、平川選手に行くサイド。さあ、サンクラは平川選手の人気サイド、6番車、7番車、8番車、3連単は上位人気。さあ、旗が上空天井へと上がります。各車一斉にスタート、ギュン。さあ、フルダッシュスタート構成は2番車アワーズの岸選手、若干スタート切り。さあ、1番車カーペンター、深澤選手が現在2番手、3番車マジックラウン宮地選手が現在追走、それよって6番車サンクラ平川が現在追走中、5番のレーサーエスライズ浦部が現在追走中、8番のミントマーチセ、その前を4番車ニジェナイノクマ、最高峰に7番車林選手の展開、
さあ10戦から踊り手のハマースの奥選手の展開、2番手1番車深澤が現在追走、2番1番の前に白台家、それよって6番車3から平川が現在猛烈な追い上げ、現在3番手の位置、直線を抜けてまいります。2番車アマスの岸選手が現在先行する、1番車こちらは伊崎の深澤が現在追走、6番車遠から行った、3から平川がまくって2番手以上、2番6番の前車の台形追って、1番車カーペンター深澤が現在3番手交代、黒いショベックが飛ばしています。ハワーツの岸選手が現在快調なピッチで運んでいます。6番車平川、さあ3からがどうだ、現在詰めてはいます、詰めてはいますが、3からここで捕まえるかどうか、ホームセットの攻防戦、8番車上昇ミントマキセが現在4番手に上がった、前に動きあり、6番車が入ってました平川、さあここで平川選手が前へ、2番車岸選手現在2番手交代、5番車浦部が現在追走、さあ6人から5番前最初の投げ、8番車牧瀬現在追走中でありますが4番手の位置、ここで6番車3から平川完全に陣頭を取っています。さあラストランペンありました、2番手2番車岸選手の展開、それによって5番車今度は浦部、 S ライズ浦部が強襲をかけるかどうか、現在3番手、8番車マークセは現在追走の4番手の位置、6番車2番車5番車前3車の連携、さあここでチェッカーがおります。さあ6番車3回平川選手が抜けました。そしてレースを終始、運んだのが2番車岸選手でありますが2位到達、3位到達が当時地元5番車浦部選手です。6番車2番車5番車の入線順位、6番車が先着であります。そして2番から5番の入線順位、各選手後方通過順位ご覧の通過順位でありました。さあ場内まもなく第9レースの試走が始まろうとしています。本日も両走路いい天候であります。それではそうです、第9レース準決勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番原菊太郎、2番井上聡、3番西村武、4番小里健太、5番斉藤翔吾、6番田中正樹、7番松尾隆博、8番森谷隼人、以上8名出場選手でございます。西鉄杯ウィニングロードシリーズ3日目の戦いはいよいよこれよりセミファイナルの開始、1つ目の9レース準決勝戦、1番原菊太郎3用ハンデ0、2番井上聡飯塚ハンデ10、3番西村武船橋ハンデ20、4番小里健太飯塚ハンデ30、5番斉藤翔吾浜松ハンデ30、6番田中正樹飯塚ハンデ30、7番松尾隆博飯塚ハンデ30、8番森谷隼人船橋ハンデ30、以上の8選手です。0、10、20、30の戦いです。組織金です。2連単6番2番4730円、
2連複2と6は3480円、3連単6番2番5番で27110円、3連複2と5と6は4420円でした。2連単6番2番4730円、21番人気、3連単6番2番5番で27110円は96番人気の決着です。平川選手1着取りとなりました。今節は初勝利、157勝目です。おめでとうございます。岸選手が昨日今日と2着に入りました。お時間ご確認いただきましょう。第9レース、電話投票締め切り時刻14時31分、発送予定時刻が14時34分です。05シャープです。飯塚音は05シャープです。9レースの思想タイムをお伝えします。1番原選手 3.43、 2番井上聡選手 3.39、3番西村武選手 3.39、 4番小里選手 3.35、 5番斉藤翔吾選手 3.36、 6番田中将希選手 3.37、 7番松尾貴弘選手 3.36、 8番森谷選手 3.34 です。1選手は36思想となりました。ここは3番時計対2番時計が35です。4番の小里選手3-4-3-5-3-6と続きました。それでは思想を VTR で振り返りましょう。ただいまのお時間をもちまして、一つ目の準決勝戦第9レースは締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。一日に一つの文字を出しています。文字集めクイズです。今日の文字ですが手でございます。今日の文字はテテの手、今日の文字は手でございます。テロップの手です。はい、こちらがオープンバスの乗車券ペアでプレゼント、さらに飯塚オートの T シャツを付きということになりました。ごめんなさい、僕の手が揺れてるんですね、はい、揺れてるの手です。西鉄の手です。西鉄愛ウィニングロード、福岡オープントップバスペア乗車券、ぜひ福岡市内オープントップバス、天井がね空いております。天井がありません。こちらのバスで観光してください。飯塚オートオリジナル T シャツとセットにして5名様にプレゼントです。たくさんのご応募心よりお待ちしています。さあ、準決勝戦も手旗となります。今回本日は発送合図機が故障のため手旗にて発送しております。この手旗が手旗ということで、この手旗を生かしていつも以上にスタートを切る選手が出てくるのか、そして試走タイムがかなり拮抗しましたので
森谷選手3、4と抜けておりますが、あとは3、5、3、6、3、7、そして京阪3級ですので、ここはハンデなりに行くと思想タイムは接近しておりました。一つ目の準決勝戦9レースです。実況でお楽しみいただきましょう。さあ、レースの内容は第9レース準決勝戦の取り組みであります。現在ソロンドが28度前後、伊勢山ユーニングロード、その3日目の第9レース。それでは各メンバー前の方から順にご紹介してまいります。まずゼロのコース最後は原菊太郎が1番車、下がって2番車サトピー、地元いろいろ聡が10戦です。入線こちらもダンハーのスタート、船橋の西村武史が3番車。30戦のコース内からご紹介、4番車スーパーケンタ小里健太、5番車ブレイク斉藤翔吾は浜松です。6番車田中雅樹は地元、同じく地元7番車松尾隆弘が取ります。外発進がこちらは船橋の森谷隼人選手8番車、以上のメンバーの争いで行われます。ソーロンドが28度前後、風向きが3コーナーから1コーナー若干強め、人気は7番車松尾選手がどうやら集めているようでありますが、あとは若干ですが割れています。まもなく発走です。さあ第9レース準決勝戦発走まもなくです。まもなく白い旗が頭上へと動いてまいります。まもなくスタート、各車一斉にスタート、ギヤーン。さあトップスタートもいいスタート、6番車平野正樹。さあまずは1コーナー、おっとしかし赤旗でやります、ちょっと早かったようであります。第9レース準決勝戦仕切り直しの発走となりそうです。さあここにつきましては放送がありますのでお待ちいただきたいと思います。どうやら8番車、ただいまの発送は8番車のフライングのため再発送いたします。さあ昨日より8番車の森尾選手の F であります、仕切り直しの発送であります。さあ人気は7番車松尾選手サイド、7番から8番、組み合わせ今フライングをしました。森谷選手の絡みが2連単ではおそらく上位人気、1回目のスタート8番車森谷選手のフライングであります。さあ2回目の発走の体勢、各車もう一度スタートラインへと車を持ってまいります。原選手がまずはつけまして、後方2番車井上聡、そして3番車はケイザウトを操る西村選手が今定位置。30戦インコースから4番車小里選手、斉藤選手6番車、そして田中将樹から松尾隆、そして8番車森谷選手の並びと定位置位置と入ります。7番から8番が2連単は上位人気。さあ2回目の発走の合図まもなくおります。現在風向き4コーナーから1コーナー若干ですが強い風向きとなっています。スタートが追い風となりそうな感じ。第9レース、さあ2回目のコールまもなくです。確認作業が終了、そして左手の黄色い旗が上がりまして、まもなく右手の白い旗へと移行してまいります。さあまもなく白く旗が頭上へ行きます。降りるとスタートです。各車一斉にスタート、ギヤーン。さあフルダッシュにスタートはどうでしょうか。6番車田中将樹2回目はいいスタート、まずは1番車原選手の展開、それを追って2番車サトピー、色々が出てきた地蔵。さあ3番で行こう、ちょっと密集体験ご覧の通り、3番車西村の内をめぐって5番と7番が同時に上昇、5番といえば斉藤から7番車松尾選手が上がった、最内は6番車田中将樹上がりつつ、8番車森谷が現在どうやら7番で最高をやや遅れた、4番車小田選手の展開。さあまずはここは3、4の原選手が京阪から引っ張っています。2番手や2番車こちらはサトピー、井上が現在2番手の地、それをバックランドする渡辺車松尾隆弘が2番手上昇。さあ7番の松尾風を受けて、うん、どうだいけるか、グイッといきそうな感じ。さあ前輪構成に7番車松尾が上昇です。7番入ってくるか、入ってまいりました。1番の原が現在食われまして、これで2番手交代、3番手変わらず2番車井上選手になります。あと最終回4周回の攻防戦、
7番だ松尾展開、それを追って1番車原展開、それを追って2番車井上が現在追走から、5番の斉藤が仕掛けるコースか、4番手から3番手上がってきたか、5番の斉藤が上昇中、先行7番車松尾選手、それを追って5番か、5番が上がってきた。さあ内から5番、外から2番車佐藤が、井上が現在3番手のうち、それを追って6番車田中将樹が現在4番手です。7番車松尾選手がリードを広げていますが、2番手3番手がシーソーゲームがすぐ、さあ6番の田中将樹どうだ、現在4番手だ、あと1周回ファイナルプレイでした。7番車松尾だ、2番手2番かあるいは5番か、まだ決着が少ない。6番車田中将樹が現在4番手、前7番車松尾選手は抜け出し、さあ2番手は5番か2番か、まだ分からないところです。内は5番外、おっと2番が若干ふらついて8番が一気にした、まずは7番です。さあ7番車はデュエルへする松尾選手がまずは先頭でチェッカーです。最終周回の4コーナーあたり、ちょっとね2番車井上選手がぐらついた関係で8番が一挙に押し込んでまいりました。7番です松尾選手、追走5番車、ここで8番の森谷選手上昇、7番車5番車から8番車入線順位。7番です、そして5番から8番車、まだ確定とはなっておりませんので、くれぐれも確定放送お待ちいただき、さあ3日目の2節杯ウイニングロード審議です。1番車の原選手がどうやら審議です。くれぐれも確定放送お待ちいただきたいと思います。それでは10レースの始走です。第10レース準決勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番水口俊治、2番関口隆弘、3番松部慎治、4番福永隆、5番田中悟、6番水本隆二、7番田中進、8番新村義行、以上8名出場選手でございます。西鉄杯ウィニングロードは3日目の戦いです。準決勝戦始まりまして、準決勝戦2つ目のカードを迎えました。10レース準決勝戦です。1番水口俊治、飯塚ハンデ0、2番関口隆弘、浜松ハンデ10、3番松伏慎治山陽ハンデ10、4番福永隆山陽ハンデ20、5番田中悟伊勢崎ハンデ20、6番水本隆二飯塚ハンデ20、7番田中進飯塚ハンデ20、8番新村義行船橋ハンデ20、以上の8名は10レース準決勝戦はご覧の8名です。0、10、20の戦いです。第9レースの確定です。1着7番松尾隆弘、2着5番なお斉藤翔吾、発送相づき故障のため本日は手旗にて発送いたします。何卒ご了承くださいませ。改めまして9レースの確定です。1着7番松尾隆弘、2着5番斉藤翔吾、3着8番森谷隼人でした。758です。上がりタイム松尾隆弘選手 3.435、 3.435
435でした。払い戻し金をお伝えします。2連単7番5番1680円、2連複5と7の組み合わせ1320円、3連単7番5番8番で7670円、3連複5と7と8は1460円でした。2連単75、1680円、7番人気、3連単758、7670円は20番人気の決着となっています。松尾貴弘選手3連勝ゴールを決めまして、明日の12レース優勝戦進出となります。225勝目、3連勝おめでとうございます。松尾貴弘選手、そして斉藤翔吾選手のお二人が明日の優勝戦進出予定となります。おめでとうございました。まずは今回の最重ハンデ勢2人が勝ち上がりを決めています。10レースお時間1分の延長となりました。ご注意ください。電話投票締め切り時刻15時6分、発送予定時刻が15時9分、1分の延長です。10レースの思想タイムをお伝えします。1番水口選手 3.43、 2番関口選手 3.39、3番松部選手 3.36、 4番福永選手 3.34、 5番田中悟選手 3.36、 6番水本選手 3.38、 7番田中進選手 3.38、 8番新村選手 3.33。 試走タイムが出ています。3334、36の順です。3.33です。志村選手が33です。そして福永選手が34、ここまで連勝中の増部選手36です。試走 VTR で振り返りましょう。ただいまのお時間をもちまして10レース締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。このあと11レースはウルトライレブンということで、ダブルマイルサービス購入マイルが3割アップとなってまいります。ダブルマイルサービスで検索、もしくは飯塚オートのホームページにアクセスください。ご覧いただきたいと思います。さあ、メッセージいただいております。10レース2号車関口選手にいただきました。高弘選手頑張ってくださいねとメッセージいただいております。あと2日、怪我のないよう元気に頑張ってください、応援していますということで、こちらはファックスネーム、はい、梶哲大さん、ね、ありがとうございます。久しぶりですね、メッセージいただきました。いつも通りの可愛いイラストです。さあ、もうすでに11レース12レースの選手情報も掲載されておりますので、よろしければ飯塚オート盛り上げたいです。ぜひ検索して参考にしていただきたいと思います。2つ目の準決勝戦、まもなく発走です。10レース選手が走路に出てまいります。本日は発走相月故障のため手旗にて発走しております。本日は手旗の発走です。10レースです。実況でお楽しみいただきましょう。
さあレースの内容は第10レース準決勝戦です。ハンディレース、距離は 3100m、 周回6周回の争い、ソロンドが現在変わらずの28度の発表です。風向き変わらずの4コーナーから1コーナーです。2強8番車、どうやら志村選手でしょうか。ちょっと待ちください。先にメンバーをご紹介してまいります。ゼロ戦が1番車キャビンへ水口としてあるかと言います。10戦のコースは2名、ウルトラシー関口隆弘、ハマースが2番車、ストリーク M が松本慎二が、山陽が3番車。下がって20戦内からご紹介、4番車トマホークツ、福永隆、山陽、田中悟、伊勢崎が5番車を取ります。6番車エスグリア、水本隆二が地元です。7番車田中澄選手、地元、そして志村義行選手、船橋が8番車。以上のメンバーの争いであります。さあ8から3でしょうか。この辺りがどうやら車検的には2連単上位人気となります。まもなく第10レースの発走が行われます。伊勢崎ウイニングロード、その3日目の第10レース発走は6です。さあ発走合図がおりました。まもなく右手の白旗が頭上へと上がってまいります。降りますとスタートの合図。さあ上がりまして、まもなくスタート、各車一斉にスタート、ギヤーン。さあフォルダッシュ、いいスタートはどうでしょうか。若干6番が遅れた。さあまずは1番車キャビンへ水口がまずは先行、2番手2番車ウルトラシー関口が現在追走、3番車ストリーク松本が現在追走、3番手の1、8番車こちらは志村選手、現在中段から上がって4番手が5番手当たり前突進。さあその横を7番車オーデル田中澄が回って、5番のエーザー悪役と田中選手、さあそして最後方に6番車水本龍二の展開、前は2番車ウルトラシー関口がまずは先行する、2番手3番車松本展開だ、2と3前車体系。さあそれよって1番車水井は現在追走の3番手候補へ交代、あと4周回、黒いショベック2番車関口は現在先行する、3番車松本が現在追走から4番車福永が現在追走、さあ3番手先頭変わった、3番車ここでストリークウェーブ、山陽は松本が現在先頭、2番手2番車ウルトラシー関口が現在追走から4番車ドマオク福永が現在3番手、2番手まで鶴岡入ってまいりました、4番車福永現在2番手浮上、3と4 2前3車だけ追いすがるは8番車総大猛攻、さあ入ってくるか現在4番手、そして3番手上がってまいりました8番車東大猛攻は新村が現在上昇、あとに周範囲。さあ追撃ボードは8番車新村が現在3番手、猛追をかけますがどうでしょう、後方4番手5番車田中選手でありますが、前は赤いショベック松村が取っている、2番手4番車トマホーク福永選手が現在追走、3と4前車台形、8番追いすがるがあと1周回しかありません。3番車松村が現在先行する、4番車福永が現在追走から8番車志村が現在追走の3番手、3、4から8番車前へバックスラッチが、さあどうだ入れるか8番車仕掛けに移りますが届くかどうか、ちょっときついところ、さあ3番だ松村の走り、さあ抜け出しは3番車松村選手でありましょう。さあ3番車松部から4番から8番、3番車4番車8番車体勢変わらずその順位でゴール線上を通過しております。さあリプレイで拡大映像、3番車4番車8番車前3車の通過順位です。各選手後方通過順位はご覧の通り。さあの戦いが進みます2世祭ユーニングロード、その3日目です。さあそれでは出走です。第11レース準決勝戦 3100m 競争に出場の選手をご紹介いたします。1番西崎陽一郎、2番片野理沙、3番青島博春、4番金山周平、5番牧野貴博、6番桜木君和、7番井村純一、8番金貝翔平、以上8名出場選手でございます。
西鉄杯ウィニングロードです。4日間シリーズ今日が3日目、晴れの両走路のコンディション、準決勝戦は3つ目、第11レースを迎えました。1番西崎陽一郎、山陽ハンデゼロ、2番片野理沙、船橋ハンデゼロ、3番青島広春、浜松ハンデ10、4番金山周平、伊勢崎ハンデ20、5番牧野隆弘、船橋ハンデ20、6番桜井君和、飯塚ハンデ20、7番井村純一、飯塚ハンデ20、8番金貝翔平、飯塚ハンデ20、以上の8名は0、10、20の戦いです。10レースの確定です。1着3番松部真嗣、2着4番福永隆、3着8番新村義行でした。3、4、8で発送相続故障のため本日は手旗にて発送いたします。何卒ご了承くださいませ。改めて10レースの確定です。1着3番松部選手、2着4番福永選手、3着8番新村選手。松部選手流れタイム 3.460 3.460 でした。10レースの払い戻し金です。2連単3番4番1800円、2連複3と4の組み合わせ1020円、3連単3番4番8番で5290円、3連複3と4と8は660円でした。2連単34、1800円、7番人気3連単3485290円、16番人気の決着となっています。勝ちましたのは松部選手、連勝ゴールです。3連勝で明日のファイナル進出。そして福永選手、いいコメントがありました。その福永選手が2着に入りまして、山陽でのワンツー、お二人優勝戦進出となります。おめでとうございます。3つ目の準決勝戦、11レースは2分の延長となりました。11レースは2分伸びております。電話投票締め切り時刻15時43分、発送予定時刻が15時46分、2分の延長です。11レースの試走タイムです。1番西崎選手 3.41、 2番片野理沙選手 3.41、 3番青島広春選手 3.41、4番金山周平選手 3.32、 5番牧野選手 3.36、 6番桜木選手 3.38、 7番井村選手 3.36、 金山周平選手が3人しそうです。ただいまのお時間をもちまして11レース準決勝戦締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。ここ飯塚オートレース場では SG 第35回オールスターオートレースが行われます。福岡ソフトバンク北斎です。ぜひご期待いただきたいと思います。4月27日から5月1日までに5日間開催です。そして4月29日から皆さんゴールデンウィークに入ると思われます。27日28日と休みを取っていただきましたら、ぜひ
5連休でオールスターオートレース飯塚オートで楽しんでください。そしてオールスターオートレースは全レース2連単払い戻し率が 80% にアップします。こちらの2連単にも注目してください。さあ本日は発走相づき故障のため手旗にて発走しております。スタートは手旗です。発走相づきが故障のため本日は手旗の発走になっています。ご了承いただきたいと思います。11レース間もなく選手が走路に出てまいります。20のインコース金山選手飛び出すのか、ダントツの1番人気金貝選手どうする。昨日は3着でした。西崎選手絶好調。そしてこう1点女子レーサーリサマックス片野リサ、昨日の1着はお見事でした。今日は試走タイム4つ上げてきています。実況でお楽しみいただきましょう。さあレースの内容は第11レース準決勝戦です。日鉄杯ユーニングロードその3日目の11レース、現在走路温度が27度前後となっています。風向き変わらずの4コーナーから1コーナー強めの風向き。さあそれでは各メンバー入っておりますのでご紹介してまいります。まずゼロ戦の2名です。ムッシュバイを愛するは3位は二崎陽一郎、リサマックス加藤のリサ、船橋が2馬車を取ります。下がって単半10戦がキックオフ青島広春、浜松から3馬車。そして入選こちらうちからご紹介、伊田店金山周平伊崎の4番車、ハイビート牧野隆弘船橋が5番車、花道家と桜井久美和が地元6番車、シャーロット飯村純一地元7番車、外発進はジェイド A 金貝翔平が8番車。以上のメンバーの争いです。4番車伊田店こと金山周平選手が2期サイド、4番車から8番車、こちらは金貝選手の対抗、1番車ムッシュ前は西崎選手の鍵、4番車8番車1番車3連単は12期まもなく発走です。さあ思想は3フタ金山周平20戦のイン、まもなく白い旗が見えてまいります。右手から上がる白い旗頭上に行って降りる時がスタート、各社一斉にスタート、ギアオン赤旗が出ました。さあこの赤旗につきましては放送がありますのでお待ちいただきたいと思います。本日は発送機が故障のため手旗の発送そしてプラカードの表示となっております。ご迷惑をかけております。ただいまの発送は3番車のフライングのため再発送いたします。さあ3番車こちらは浜松直島選手フライングであります。仕切り直しの発送となりました11レース準決勝戦。さあ人気は4番車金山選手からこちらからかぶった人気です。4番から8番の2連単直線オッズが 4.3 倍、そして41ですと 6.6 倍前後、4番から5番でも 10.5 倍前後でしょうか。このあたりが2連単の上位人気です。4番車金山周平は20戦のインからスタート打ち、さあ伊田店2回目スタートいけるかどうか。まず1回目は3番車青島選手のフライングで仕切り直しと発走となりました11レース準決勝戦。前には0戦の2名ムッシュ前を操る二崎陽一郎、そしてリスバックス加藤選手の姿が見えます。さあ体勢が2回目まもなく整いそうです。左手の黄色い旗が上がりますと確認作業がまもなく終了、そして合図となります。右手の旗が頭上へ上がって降りますとスタートの合図。さあ黄色い旗が上がりました、まもなく右手から上がります。さあここで右手が上がってまいります。上空へ上がって降りるとスタート、各車一斉にスタート、ギアン。さあフルダッシュスタートはどうでしょうか。まずは
1番車ムシマユ西崎陽一郎、それよって2番車こちらリサマックス加藤が現在追走、それよって3番車キッコーグ青島が現在追走から、おっと8番車後方から矢のような一撃、ジェイド A 金貝翔平が車を開けた、現在5番手です。2番の後方4番車伊達金馬周平も上位で車を上げた、3番車キックオフ青島は現在4番手、さあそれよって6番車花道桜木が追走から、さあ上がれるか8番車外を使ったジェイド A 金谷翔平、内から5番車ハイビート牧野が車を寄せる、最後方は7番車シャーロット井村純一の展開、さあ1番車西崎陽一郎が現在先行する、それよって4番車金山周平が2番手のうち、2番車片野梨沙現在3番手交代、8番車ジェイド A 金谷翔平が現在4番手車を上げて、3番車大島選手現在5番手交代、前に動きありか4番車金山周平が仕掛けるか、現在2番手のうち先行するは1番車ムッシュ前を操るは西崎陽一郎3用であります。さあ前人構成の体制になりました、打ち込んでまいりました4番車金山周平、4番先行から1番車西崎が現在2番手交代、8番の金谷が現在追走でありますが、3番手あと1周回線メーターの5号線まだ距離はあります、誰かこれが分からない、8番車金貝翔平が攻め構成、さあ前輪後入ってくるか、おっとここはぐらついている8番車金貝翔平、体勢を立て直す、後方は5番車ハイビート牧野が現在4番取るし4番です、金貝周平がリードを保っています。さあもう1回だ、8番車入ってまいりました、金貝が現在2番手、4番から1番前3車の台形、そして5番車ハイビート牧野が3番手を狙っている、入るか入るか、入ってまいりました、3番手5番車ハイビート牧野が3番手上昇、チェッカーフラッグは目の前です、48から5番手チェッカー、さあ4番車伊達店金山周平が抜けました、そして8番車ジェイドウェイ金貝翔平2位到達、3位到達惜しくも本戦ならず、5番車ハイビート牧野選手が突進です、4番車、8番車、5番車入線順位、気力攻めを見せました4番車金山周平、そして JDA 金山周平が2位到達を取っています、5番車ハイビート牧野選手の逆転から3着戦、4番車、8番車、5番車入線順位、各選手候補通過順位はご覧の通りです。さあ場内早くも本日のラストのカード第12レース準決勝戦の試走へと場内が移ります、それではそうです、第12レース準決勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番町田達俊、2番清岡雄一、3番稲原良太郎、4番内山雄介、5番西川よりおみ、6番吉田圭介、7番藤川幸寛、8番阿部仁、以上8名出場選手でございます。西鉄杯ウイニングロードです。シリーズ3日目の戦い、今日は準決勝戦、早くもラストカードを迎えました。12レースです、準決勝戦ラストカードです。1番町田達俊飯塚ハンデ0、2番清岡雄一船橋ハンデ10、3番稲原良太郎山陽ハンデ10、4番内山雄介飯塚ハンデ20、5番西川よりおみ浜松ハンデ20、6番吉田圭介伊勢崎ハンデ20、7番藤川幸寛飯塚ハンデ20、8
8番阿部仁志飯塚ハンデ20以上の8名は0、10、20の戦い12レース準決勝戦です。11レースの確定です。1着4番金山周平、2着8番金貝翔平、3着5番牧野隆博、485で11レースは確定です。金山周平選手上がりタイムは、発走合図故障のため本日は手旗にて発走いたします。何卒ご了承くださいませ。11レース改めて確定です。1着4番金山周平選手、2着8番金貝選手、3着5番牧野選手で確定しました。金山周平選手タイム 3.436、 上がりタイムは 3.436 でした。払い戻し金です。11レースの払い戻し金です。2連単4番8番430円、2連複4と8の組み合わせ370円、3連単4番8番5番で3100円、3連複は4と5と8 1520円でした。2連単48430円、3連単485 3100円でした。5番人気の決着です。ここも人気上位ですが、3連単まずまずいい配当になっております。金山周平選手、初日に続いての2勝目、通算261勝目です。この11レースからは金山周平選手、金貝翔平選手のお二人、明日の優勝戦ファイナル進出予定となります。おめでとうございます。12レースの準決勝戦は4分延びています。伝統締め切り16時21分に、発走予定時刻が16時24分、4分延びています。12レースの試走タイムです。1番町田選手 3.38、 2番清岡選手 3.38、 3番稲原選手 3.37、 4番内山選手 3.35、5番西川選手 3.37、 6番吉田圭介選手 3.35、 7番藤川選手 3.33、 8番阿部選手 3.33、 33思想が藤川選手、そして阿部選手です。続いて3号思想が内山雄介選手、吉田圭介選手となりました。ここまで連勝中、0、1番町田選手は 3.38 です。ゼロ単独のスタート、今回は初めてということになります。試走 VTR で振り返りましょう。0、10、20の戦いです。オートボイクに立っているところが選手のスタートです。ただいまのお時間をもちまして、12レース準決勝戦締め切りとなりました。シリーズ3日目準決勝戦、たくさんのご投票ありがとうございました。明日はあきちゃん来場です。10時開門時間、あきちゃんのお出迎えで始まります。6レース発売中は優勝戦出場選手紹介、8レース発売中はトーク&抽選会、そしてラウンドガール表彰式と続きます。
アキちゃん一色です。ぜひ応援よろしくお願いいたします。先ほどの11レース成績表が入ってきました。1着4番金山選手、2着8番金貝選手、3着5番牧野選手で、4着西崎選手、5着片野選手、6着青島博春選手、7着井村選手、8着桜木選手、1度目のスタートフライングは青島選手、勝った金山選手、2着の金貝選手が明日のファイナル12レース優勝戦進出となります。おめでとうございます。金貝選手には翔平ファンクラブ一同さんからメッセージ届いておりました。ありがとうございます。そして12レース阿部選手には松原団地子さんからメッセージ、そして稲原良太郎選手に心から祈っていますと、もみちさんから頂戴しておりました。ありがとうございます。さあ本日は1日発走相づきが故障のため手旗の発走ということになりました。最終レースを迎えております。皆様には大変ご迷惑をおかけしました。今日は1日手旗での発走となりました。ラストカードを迎えています。12レース準決勝戦、まもなく選手が走路に出てまいります。どんな戦いが待っているんでしょうか。ご期待いただきたいと思います。爆音が聞こえてまいりました。それでは12レースの準決勝戦、実況でお楽しみいただきましょう。さあレース内は第12レース準決勝戦です。本日は発走機合図故障のため終日ご迷惑をかけました。さあ明日は完璧となると思います。現在総温度26度前後です。それでは各メンバーご紹介してまいります。1番車地元町田達人氏が乗ります。下がって10戦の2名ユーマ、船橋の清川雄一選手が2番車、3番車稲川亮太郎が山陽から、そして20歳のコース内からご紹介、4番車地元内山雄介、ロミオを操る西川頼臣選手ハマースが5番車、東電ポール吉田圭介選手石崎が6番車、そして7番車 S 浜藤川幸乃選手は地元です。8番車同じく地元サティア V 阿部仁選手のナビ、人気は7番車藤川選手、8番車阿部選手、そして1番車町田選手の絡み、7番車8番車1番車上位人気です。まもなく第12レース発走が行われます。風向きが3コーナーから1コーナー若干強めの風向き、両走路の戦いが終日本日3日目を過ぎました。さあ20戦外人気であります。さあ右手から白い旗が上がります。頭上に上がって降りるとスタートの合図、各車一斉にスタートギヨーン。さあフルダッシュにスタートはどうでしょうか。8番車、さあ1番車阿部が若干スタート気だ、前は1番車マジな展開、それを追って2番車清川ユーマが現在2番手、さあ切り込み上昇、3番車稲田選手が現在2番手浮上、外まくり6番車吉田が仕掛けるコース、外へ切り替えた7番車藤川現在大外回り、さあその前を6番車吉田から4番車内山が現在4番手、さあ8番車スタートいった阿部でありますが現在どうでしょう。5番手と進化、前は1番車マジな選手が現在引っ張っています。3番車稲田が現在追走、それを6番車吉田が現在3番手の位置、あと4勝敗、白い勝負が抜け出すか松田が、それよって3番アロリア6番が追走、そして4番車吹田から内山雄介が現在4番手の位置、外を使ってブームを8番車サティア V 阿部が現在4番手5番手争い、前は1番松田がこの隙に引っ張っています。さあ直線からあと3勝敗、1番です町田が引っ張る、2番手3番車稲原がそれを追って6番車吉田が、4番車内山雄介現在4番手の位置、なかなか3番突進できない、1番のかかりがいい町田がかかりがいいところ引っ張っています。周回白い車ばっか、あるいはここで稲田がどか入れません、6番車吉田圭介逆に先に動くか、2番手上昇は6番車、さあここで6番の吉田が現在2番手上昇、16から3番の体型か、さああと1周回、あと1周回、白い車ばっか町田がほぼ抜けました、6番の吉田が現在猛追になりますが、3番手7番車藤川現在くらい下がっての3番手上昇です、1番車6番車7番車前3車の体型、白いチェベック町田が抜け出した、そのまま引っ張りはつまかった、2度脱走接戦、6番車7番車が接戦、2度脱です。先頭1番車 T ドラゴン町田が終始逃げを打ちまして、そのままゴール戦場。さあ2度脱走はどうでしょうか。
1番が松田が引っ張りました。このレース6番車7番車の2着戦の争いへとゴール戦場をもつれ込んでいるようであります。さあどうでしょう。さあそれではゴール前のカメラで確認をしたいと思います。赤旗がどうやら上がりました。1コーナー内線審判1番が先着、通過がどうやら7番から6番でしょうか。しかしいずれにせよ赤旗が1本上がったように見えましたので、この後の審判団確定放送をお待ちいただきたいと思います。それではスタジオの内野さんよろしくお願いします。実況は宮本孝明さんでした。3日目準決勝戦、迫力の実況お疲れ様でした。12レースは審議レース、審議対象者は4番と出ております。4番内山裕介選手、着外審議ということになります。入着通りで確定すると思われます。審判の放送が入るまでお待ちください。ただいまのレースにおいて反則審議の赤旗が上がりましたので審議いたします。審議対象者は6周回1コーナーの4番車でございます。勝ち車に関係ございませんので確定いたします。12レースは確定となります。12レース準決勝戦は確定となります。それでは確定をお伝えいたします。1着1番町田達俊、2着7番藤川幸寛、3着6番吉田圭介でした。176で第12レースの準決勝戦は確定となりました。町田選手が嬉しい嬉しいデビュー初優出を決めています。そして藤川選手、この同期対決はゴール前差しを決めています。3連単は後輩等になりました。12レース準決勝戦の払い戻し金です。2連単1番7番620円、2連複1と7の組み合わせ250円、3連単1番7番6番で25,130円、3連複1と6と7は6,480円でした。2連単17,620円、3番人気、3連単176、3連単は176,25,130円、71番人気の決着となりました。見事に逃げ切ってみせました町田選手、3連勝ゴール決めました。川口の最終日から4連勝を決めて初の優勝戦進出です。ファイナリスト8名の中に入ってまいりました町田選手、今日のレースも100点満点ということになりましたでしょうか。おめでとうございます。町田選手25勝目、そして2着昨日から思想タイムぐんとね上げてきました、昨日京都思想タイム出して結果を出した藤川選手がここは2着最後入り込んで優勝戦の切符を手にしています。お二人おめでとうございました。ドラマティックな準決勝戦でした。優勝戦ご期待いただきたいと思います。審議の結果をお知らせいたします。4番車に6周回1コーナーにおいて3番車に対する競争妨害の疑いがあり審議いたしましたが失格には至りませんでした。上がりタイム入り次第お伝えします。審議結果すでにお聞きいただいております。失格とはなりませんでした。明日は最終日優勝戦です。10時10分から16時40分、試合早々は529チャンネルです。ぜひご期待いただきたいと思います。上がりタイムまだ入ってきておりません。上がりタイム入り次第お伝えしましょう。さあ9レースから松尾貴弘選手、斉藤翔吾選手、10レースからは松部慎二選手、福永選手、11レースから金山周平選手、金貝選手、12レースからは町田達俊選手、藤川幸寛選手です。ご覧の8名が明日のファイナル12レース優勝戦で戦います。町田選手上がりタイムは 3.471 でした。